狙い通り。そうですね。はい。完璧な。狙い通りに行けてよかったです。取れないと話にならないし、日本開催で日本人がメダルを取れないっていう結果に終わるとやっぱりその熱も冷めてしまうし、もう目に見える結果を持っていけるっていうのはやっぱり僕としても自信持てますし、あとはもう本当にオリンピックに対しての基準をしっかり決めてオリンピックのスタート台に立ちたいなと思います。